ははいこんにちはあのですね最近僕新 NISA の動画とかちょこちょこ上げてるじゃないですかそうするとねよくコメント欄で「インド株はどうですか?」とか、えー「私はねインド株も買いましたけど三木谷先生はインド株買わないんですか?」とかねまあインド株に関する質問まあそういうのを解説してくれっていうリクエストも多いんで今日はねインド株に ついて僕のね意見をお話しさせていただこうと思うんですけどこれあくまでね僕の個人の意見なんでねあの聞き流してくださいで参考程度にね聞いてくださいと。でまあ、インド株ねいろいろまあ盛り上がってて、まあ、いろんなことをね言う人います経済学者でも経済専門、まあ、投資専門の ユ、えーチューバーとかでもですね、まあインド株いいですよ。もうこれからどんどんインド成長するので、必ずインドにね投資しましょう。私もインドに投資しましたっていう人もいれば、インドは今後どうなるかわからないからやめておけてあの私はインド株には投資しませんとかね、まあいろんな意見があるんですよ。これ専門家でも分かれるわけですよ。じゃあ,あの私はどうするかというと、あの結論から言いますと、僕はインド株は 買わないです、はい、これねなんでかっていうと、まあ、今後ねインド株が良いか悪いかあの、まあ、分からないですよね。まあ他にもっとねあの堅実なですねインデックスファンドとかがあるわけです。えー S、とかーールカントリーとか、まあ、そちらの方に投資する方が堅実ではないかと。で特に僕はですね、まあ、本業は美容外科医であって、まあ、こういう片手回的に YouTube もやらせていただいて本当に応援していただいてねありがたいわけなんですけれどまああんまりですねそのデイトレーダーみたいにしょっちゅう あの株とか世界情勢をですねチェックして売り買いしたりとかねそういうことも別にしたくないわけでどっちかっていうとまあほったらかし投資とか積み立て投資でねえ気づいたら上がってるっていうのを期待したいわけだしやっぱり本業の方に専念したいっていうのがあるんですよねなのでまあギャンブル的なですねハイリスクハイリターンなことはあえて僕はしたくないっていうのがあるわけですまそれやるぐらいだったらまあアメリカ株 S&P500、ね、なりオールカントリーなりにあの投資した方が堅実ですよとヒヤヒヤしなくていいですよと本業に専念できますよとそういうあの理由なわけでございます、うんまあ、一人の意見としてね聞いてほしいわけなんですけれど、まあ、インド株ですねインド株はその個別の株はですねあの個人投資家としてはねあの買えない、まあ、あの買う方法もなくはないんだけど非常にね ハードルが高いわけなので、まあ、インド株の投資信託、まあ、インデックス投資とかあの買うわけなんですけれどセンセックス30に連動するものとかあとニフティ50に連動するものとかあるわけであってねでその中の会社見るとですね、まあ、金融の会社とか自動車の会社とかいろいろ入ってるわけなんですけど、まあ、僕らからするとですねもう聞いたこともない会社がほとんどなわけなんですよ。まあ、これがですね、まあ、500とか ナスダックととか見るとですね、まあ、知ってる会社ばっかりじゃないですか g a フ f a m、um、とかテスラとかねだけど、まあ、知らない会社なので余計に不安っていうのもあるし今後の動向が読めないと、まあ、GARFAM、um、なんかは僕ら普通に使ってるわけじゃないですか iPhone も使ってるしマイクロソフトも使ってるわけだしだけどね使ってないものわからないもの普段見てないものを の会社に投資するっていうのも、まあ極めてね、あの、リスクが高いんじゃないかなって思うわけです。まあ、あの、数字だけ見てね、判断するのも危険なんじゃないかなって思うわけですね。で、そういった商品、まあコストは、まあ0.47%とか0.3%とかで、まあ比較的高いかなっていうのはあります。だけど、その、 どれぐらい膨らんでるかっていうと10年間の経過を見るともう3倍に膨れ上がってるわけなんですよねでこれは S&P500 とかあとまあ日経平均とかをですね大きく上回ってるわけですなのでインド株が急成長してるっていうのはこれ間違いないわけだし今後もインドの経済がねどんどん成長するっていうのも、まあ、ほぼ間違いないわけですね。というのは、まあ、みんなが言ってることなんですけれど、まあ、人口が多いと。 で若い人の人口が多いとで平均年齢が28歳なんですよねで今後もどんどん人口増え続けますよととなると人口ボーナスがありますよと若い人たちが、えー、生産年齢人口ですよねそれが増えていってでまあ日本なんかと比べてですね、まあ、高齢者の方がね少ないわけですよねなのでまあ、社会保障費とかですねそっちの方にあの 国の財政が回るっていうのも、日本と比べると少ないわけでで、どんどん市場が拡大していきますよと。とで、なおかつ、えー、消費もどんどん膨れ上がっていきます。よっていうのがあるわけです。あとはまあ数字に強いと。あと it に強いと、あとはイギリスの植民地だったこともあって、まあ、ほとんどの人まあ、多くの人がね。英語が喋れますよととなると。 まあ優秀な人材もいるわけであってよりその IT 産業なんかがですねどんどん成長することが期待されますよと。 で世界中の人たちが、まあ、インドの経済に対してね期待しててで期待値が高まってるわけなのでより株価が上がっていくわけです。はい、ということなんですけれどまあ、日本もですね例えば高度経済成長期とか見れば人口ボーナスがねあったわけですよ団塊の世代の人たちがですねものすごい働いてでなおかつ消費して。えー すごい勢い勢で、ね、経済が成長していってそしてバブルがはじけて、まあ、一旦暴落して,てまたゆっくりゆっくり上がっていって、まあ、今はあの世界中の期待値が高まって期待値っていうかですが、まあ、日本に投資する人たちが増えたりとかあるいはあの新ニーサの影響も多少なりあるのではないかとで日経平均は上がってるわけなんですけどまあということでインドの。 経済が今後ですね10年20年あるいはそれ以上になるかもわからないんですけど成長していくのは間違いないわけです人口ボーナスっていうのがあるからですよねで,で一方リスクってどういうものがあるかっていうとやっぱり、ね、こう期待値がねすごく大きいんですよねなので実質以上に株価が上がってしまってバブルが生じてその後方 崩壊するバブルがはじけて暴落するっていうリスクもあるわけだしあとはですね為替リスクっていうのももちろんあるわけですねインドだとルピーっていう通貨なんですけれど、まあ、経済成長するに従ってですねインフレが起こりうるとあとはその円高 ルピー安が生じてしまえばですね、まあ、それによって仮に株価がものすごく上がっても円ベースでは損するっていう可能性もあるなのでインドのルピー為替リスクっていうのも含んでいるわけですねまあそういう感じでですねその新興国である以上ですね新興国ならではの予想外のことが起こる想定外のことが起こるっていう、まあ、そういうリスクがあるわけです。で仮にインドバブル がねすごく膨らんでものすごく株価上がったとしてもですねそこをうまく切り抜けて自分だけ得しようとかですねまあそういうことができる人だったらやればいいと思いますけど誰もがですねそういうことができるわけじゃないですバブルっていうのはいつがバブルっていうのかですねまあなかなかわからないわけなんですよまあほとんどの人がわからないんですひょっとしたら今が、えー、インドのねバブルかもわからないあ,あるいはあの今後ね 年年後20年後にバブルが来るかもかもわらないでそのバブルが来てるっていう時がですね多くの人はわからないので多くの人は損してしまいますよとうまくいって得する人もいるかもわからないそのうまくバブルの恩恵だけで、ね、受けることがねできる人だってねいるかもわからないんですけどまあそれがねできる自信があるんだったらねやればいいんじゃないかなって思います。ということでまず。インド株に全振りは 極めて危険です、はい、保存すするる可能性があるからで,すで僕自身はインド株はあの買わないんですけれどどうしても買いたい人はあのちょっとバブル枠としてちょこっと持っていくぐらいだったらいいんじゃないかなと思います。なのでおすすめはですね S&P500 とインド株を持つっていうポートフォリオを組むってこと。でその場合ははねねインド株は、ね 割割かせいぜいいいいぜぐらいにした方がいいですで残りの8割か9割を S&P500 で持つとなのでバブ,ルバブル枠としてインド株を持っていくとでなおかつそのね暴落もしないでね増え続ける可能性だってあるわけですで仮に暴落したとしても S&P500 の方でカバーしてくれれば、えー、自分の資産がですね目減、えー、りするとかねそういうことを の可能性も低くなるわけですよね。はい、という感じで僕は皆さんにお勧めします。僕は買わないです、はいでまあ、インドがね経済成長するのは、まあ、これはもう間違いないです。まあ核戦争が起きるとかねパキスタンとね核の打ち合いして、あのー、国土がねもうボコボコになるとかね更地になるとかあるいはまあ革命が起こるとかですね、まあ、そういうことがねなければ。 インドがね経済成長していくっていうのはね、まあ、ほぼ間違いないわけですで GDP でも日本を抜くっていうことも、まあ、ほぼ間違いないわけなんですけれど ただですね、インドっていう国を見るとですねそのカースト制度もですねまだまだ色濃く残ってるし田舎の方に行くともう1,000年前と同じような暮らしをいまだにしてる人たち結構多いですねで多くの人は農業に従事してるわけだしやっぱり昔ながらのねあの先祖代々伝わってる仕事を続けないといけないって思い込んでる人たちもたくさんいるわけなのでみんながみんなですね近代的な仕事をするとかあの GDP の伸びにね貢献する人とも限らないしみんながみんなその近代的なものを消費するとも限らないだってテレビとかエアコンとかそういうものだって家にない家庭だってですねいまだにたくさんあ,のあるわけだしそういうことをね望んでいないかもわからないんでそういうところでもですねやっぱインドっていう国はですねあのなかなかですね予想がつかないっていうところありますね。我々日本人 の感覚とね、ちょっと違うところもあるからなんですよ。はい。あとはですね、僕思うんですけれど、インドは経済成長していきます。GDP もどんどん膨らんでいくんですけれど、別にインド株に投資しなくても、他の S&P500 とかオールカントリーに投資するだけでも、インドの経済成長の恩恵を受けるっていうことは全然できるんですよ。うん。なので、 S&P500 とかかオーールカントリででいいいんんじゃないかなって思うんですよ、ね、まあ例えばインドのねど経済成長していく人口も増えていくってなるとですねやっぱりアメリカの大企業アップルなんかがインドにですね工場を作ってでインドの人たちはたくさん雇用して生産してでその製品をですねインドのねたくさんのねあの人,人口の,あの人にですね 消費してもらうっていうことができるわけですよ。なので、インドが成長すればですね。アメリカの株だって上がるんですよ。だから s&p500 も上がるわけだし、あの全世界株でもですね。新興国株って入ってるわけじゃないですか？インドも入ってるし、インド以外のブラジルとか。あと中国とかあと。 インドネシアとかいろんな国が入ってるわけなので全世界株でも恩恵を受けることができるしそもそも全世界株の中の、ね、先進国の株アメリカも含めてそ,のそういった先進国がですねインドに工場を作ってですねイン,ドインド人に消費してもらってですねその新興国の株が上がるわけなのでどっちみちインドが成長すればですね S&P500 問オールカントリーもですね あの上がるんですよねと思うんですよ。僕ははいなので、あえてリスクを取ってインド株に投資する必要ってね。も、ま、う、あ、ないんじゃないかなって思います。そもそも今後ね。成長する。新興国ってインドだけじゃなくてね。まあ、ブラジルとかね。インドネシアとかもあるわけなので、まあ、だったらですね。あの、やっぱり基本は幅広く分散投資なので、やっぱり僕が人に勧めるんだったら。 全世界株を買うことをお勧めします、はい、それだけでいいいと僕は、ね、思いますねこれ本当に人それぞれね考え方が違うわけなのでね、まあ、バブル枠としてですねそのがっつりねあのバブルの恩恵を受けたいとかねがっつり掴みたいとかそういう思惑のある人はインド株買ってもらってもいいんですけどねそれはあくまで自己責任ということでございます。 はい、ということでねインド今後どんどん成長するんですけれど、まあ、問題はですね株主の期待を上回っっってててて成長してもらわわななないいとリターンって入ってこないわけなんですよねだから株主の期待が大きすぎるとやっぱりバブルが生じて崩壊してしまうわけなのでまあそれをしっかり頭の中に入れていただいてどんどん右肩上がりで成長していくからねこれは買いだってね 安易に考えない方がいいんじゃないかなって思いますはい、というのが僕の意見です参考にしてください僕と違う意見の人いたら遠慮なくコメント欄にお書きくださいご視聴ありがとうございました